ニバロ株に群れとしたともに上泉伊勢の神から刀術を学びましたが、一方で諸国修行中の双方の達人大前太夫森忠を宝中に留めて、ついに猿沢池に浮かぶ鎌槍十文字槍を駆使し、構造陰流双術鎌槍と称する十文字型の穂先に特徴があります。この鎌を活用して突くだけでなく巻き落とす、切り落とす、打ち落とす、擦り込む、叩き落とすなど一体的、平面的に使用され、当時としては画期的な武器で、つけばいい、なくはなくてはつけばいい、とにもかくにも、あれで表し、との歌が伝えられていることです。また、甲冑をつけた時の体勢として、重心を低く構え、つくところは前面、裏面、前胴、ももなどです。兵法以前治流の応援部でした。やだ続きまして第二会場歴史流の地理剣術の応援部でございます。進行の都合上少々お待ちください。歴史流手裏剣術は江戸末期上州古天狗と言われた剣術の名人安中藩荒木流剣術四代目師範歴史奨励が水戸藩東流師範開放半平より元日流手裏剣術の伝を受け、これに新工夫を加えたため以後根岸流と称されるようになった。元日流手裏剣は頭髪にさせるほど補足の固有武術である剣術、柔術などの中で手裏剣術を含むものがあるが、対別すると磁気打法、反転打法、回転打法の3種になる。よー
実家号は自分の矛先を前方に向け回転させずに打つものである。また回転打法は発砲手裏剣、十字手裏剣など射剣型の手裏剣を打つ技法である。根岸流の手裏剣は針型またはミサイル型であって実家号で打つことをしている。Thank you.